今日も一日お疲れさん、どうもしこです。イライジです。ジョンです。ヤスイキです。セイ監督です。今日の企画は、男はキュンとくる女性の SK20。 はい、ということで、はい、まあ男はね、結構 M な女の子好きだとは思うんですけど、はい、まあ M な女の子でもちょっと S っぽい部分も欲しいじゃないですか。ありますね、はい、100ゼロじゃないからね。100ゼロじゃないから、はい、まあね、ド S 女性のこういうとこ好きでもいいし、はい、たまに見せてくるこういう S 系好きみたいなのね、はい、夜とか別に昼関係なく相談で出していけたらと思います。はい、はい、それではやっていきましょう。はい、はい、非常勤の時にされたい言葉攻めなんですけど、パワフルやな。いい顔で笑うじゃん。非常にだけに、はい、S やなぁ、 S やなぁ。そんな聞こえたことあんの？これ言われたことある。すごいね、すごい声やなぁ。キュンとくんねや、それで。しかもいや、この時に俺笑ってたんやって気づいた。初めて気づいたんだ。気づいたかった。笑ってる時って大体自覚あるけど、ほんまに気づいたかった。多分本能で笑ってたよ俺。で、気づいたながら、いい顔で笑うじゃんって言われて、マジっすかってなって。うわぁ、アイルドが女やなぁ。めっちゃすごいなぁ。衝撃を済みの形や。俺今笑ってたんすか。それはキュンってくるわ。来るな、それは。どうなん？いや、来ると思う。キュンと言われてみたら、もうなんかゾクゾク。うん、俺も言われてみたいな。はい、はい、僕もちょっと可愛いやつです。サッサッしてニヤニヤしてくるとき。なになに？チンコ？そう。あー、なるほどね。いたずら顔で笑ってるとかね。あー、言う前に無理やけどね。お互いまだ服着てるときに、こうサッサッってして、ちょっとニヤニヤして。あー、いいですね。言わないです。立ってんじゃんとも言わないですけど、ちょっとニヤニヤしてる。あー、なるほど。いいよな。いいですね。これ S 系いたずら心じゃし。うん。確かに。いやいやしてるぐらい。リーダーのだからそういうところで噛むんや。リーダーのホワイトボード面白いです。いやいや。はい。破裂しそうだよ。わあ。ずるいです。なんですかこれは。いやいや実は。いやパンパンにも買ってる時やで。ついだ。100万かや。いやいや。で、コピーとかしてるときに、あー、言うの、あれ必要だよ。そうだよっていう。言われたことあるやろ。嬉しかったな。嬉しかった。すげーなー。めっちゃおもろいな、それ。笑っちゃったらダメだからな。確かに。その S っていうのは。俺笑ってまうわ。え、でも敬語やったらいいんだよ。そうですよ。あ、確かに。お、おお、ええんかい。ちょ、ええんかい。敬語やったらええんや。敬語やったらええんじゃない。敬語っぽくなるの。え、じゃあ下から来てる感じな。非常にされながら、すごいいい顔で笑うんですね。笑うな、別に。あ、じゃあすごいなんかこう気持ちよさそうですよ。あ、ちょっとちゃうな。何やろ。ちょっとちゃうんすよ。じゃないんだ。微妙やな、ニュアンスが。ええ。ダイレクトアタックだね、こったから。あ、結構スケベだから。スケベすぎる言葉やったね、こった。強すぎる言葉やったらよかったんや。もうとっくに寝れてますよ。ああ、いいじゃないですか、いいじゃないですか。いい、お上手。まあいい、お上手ですね、それ。ありがとうございます。素敵ですね。今夜どうも。怖っ、こいつ。こいつ怖っ。分からんけど怖い。分からなかったですね、今何言ってか分からんけど怖い。ちょっとお化けとかのそれや。分からんけど怖い。お化けとかのそれや。はい、はい、これ別に夜とかじゃないんですけど、ちゃんと目見て。ああ、ゴール決まりました。決まった。いいです、いいです、いいです。目を見しようね。好きな子に対して、照れて反らした時とかにたまにおるやん。俺はちゃんと目、こっち目見てみたいな。そんな天真爛漫な子と付き合ってきたんや。お姉さんやで、どっちかって。お姉さんだ。もっとしっとり言われたいわ。しっとりちゃんと目見てって言われた。あ、お姉さんに。そう。あ、それもいいな。すいません、すいませんって言いたい。いや、そうそう、すいませんなよ。すいませんって言いたいよ。あ、言いたい。そうなんだよな。すいませんは言いたい。やめていいんだよな。人生すいませんの数で男の予言の出来上がっていくから。出来上がる。この場所ちょっと合わへんから。そうっすよね。そうっすよね。全然共感できへん、ずっと。ごめんなさい、言わしたいですもんね。タイトルド M 居酒屋だった。手ずっと飲んで。お兄さん、お前そーって言って。はい。はい。お尻出してる。どういう…いや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 、何が起きるか分かんないっていうところで不気を感じるんだよね。いつ言われるの。そうそう、日常服着てる時もそうですから。マジで。便座の時でもそうですから。え、言われんの。気出してとかね。そうそうそう、お尻出して、お尻出して、出してって。えぇ、何が始まっちゃうんだろうと思って。その時点でも俺は食らってますよね。えぇ、それ言われてどうするの。何すん、えぇって出します。これは強いね。ありがとうございます。なんか俺
それに近いんやけど、マッサージしてあげるわって言われて、うん、文字でありがとうって言って普通にうつ伏せだったら、うん、いやいや服脱いでって言われて、ちょっと同じ気持ちだったわ。やらない、なんで脱ぐんすか。やろ、そんなん言われたことあんの。涙のような、お前らエロい多いな。俺らじゃないけど、エロ多いな。エロ多いかい。エロ多い。はい、はい、電話中お舐めじゃないですかね。うわっ、この人やってる。これがくすぐられるちゅうやつですわな。あ、ドレンタやないか。俺じゃないから。俺は普通に仕事の電話してただけや。仕事出んの。やっぱちょっと声の揺れとかね。いやいや出えへんけど、うん、出えへんけど、この出そうとしてくるこの感じ。だから最初はもう、いやいや別に俺何も声出さんでとか言いながら、なんか興奮しててちょっと笑ってまうやな。あ、笑ってんだこれは。なんか上機嫌になってくるから電話が。じゃあ、進めてくださいって。そうっすね。そうっすね。ドメインじゃねえかよ、こいつ。さっきから出てくるのが。私さ、テレフォンエッチでさ、ちょっとの、舐めてあげるとか言われて、向こうだ、チュパ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 。うわぁ、そして、あれ何舐めてんのか分からんねんけど、そう、そういう子おった。違う違う。おい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 。帰ってきて。晩御飯の時、お母さんって。お母さん、入れ切れねえって。そういうこと、おっと。はい。はい。じゃあ、ピュア返りしますよ。あの、エレベーターキス。あー。エレベーター、チーンってしまって、それになった瞬間に、ブッチャーって。あ、向こうから。お前、ええな、そんな。ええでしょ。ありがとう。これ、興奮するんだよな。はい。僕もピュアなやつに、はい、ま、食べえやって言われるのが好き。わかるわー。これ食べたいわって。あー、なるほどね、軽めのね、ちょっとキュンですね。わかる。それはキュンです ね、完全にキュンです。食べ放題でさ、もう限界な時にこれ言われるのすんごい好き。何言うの。俺もお前はほんと盛りすぎて、お前もチョコ5歳からな。すいません、それは。いや、俺ら言ったけどやっぱね、あの時な、そうやな、今度食べろ。そうそうそう、ボロボロに言ってほしい。言ったらなんか食ってたもんな、確かに。あー、まあ、そうだ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 、覚えがあるんだよ。これ女の子に言われるとめっちゃ好き。食べらんないの。いいですか。おお、ちょっと、ちょっと時間かかりました。けど、絞って絞って。あった。ありました。おお。ただちょっとごめん、ピュアですよ。僕やっぱまあね、だいぶ手前のやつです。はいはい。あの急な呼び捨て。おお。これタイプです。マジで。S。世界って。とかね、とかね、ずっと世界遺産だったら、だったら急にっていうのは、どうしたっていう、嬉しさ、ちょっと嬉しい。あ、それは嬉しいよ。それはイラッとしないです。いたずら心みたいな、なるほどね、感じが見た時に可愛いなと思う。ほんまに M のその入ったことないですね。ほんまやな。これ、今日の話、これ一個もついていけてない。マジで許可できないですか。一流許可したい、今まで。今のとこお家に出しても。いや、当たり前だろ。お前のが一番無理や。お家はもう無理無理や。だいぶ S ですね、やっぱ監督って。いや、ちょっと申し訳ないです。いや、全然今日いいですね。ちょっとわかりますけど、これは全然キュンとしますよね。これはキュンとはするよな。 S だと勘違いしてた頃多くない。俺らも若い大学生の頃って俺らも S だと思って行ったんで。はいはいはい、違ったんだけど。はいはい、そういう人には聞きますよね。もう別に S やけど。あれ、なんか S、 そんなそんなびっちり M じゃないよ、俺たち全員。だから俺、ジョンの前で逆に M を何度も。いや、そうそうそう、そうやな。そうやな。あ、まあいいです。いやいやいや、本物やから。 M、 たしなむのは好きやけど、なんかそんな M 沼ズブズブじゃないから。あ、じゃないの。走り出してて、俺何じゃねえよ。M枠はちょっとまだ無理、まだ無理。ちょっと先行ってる。あー、すいません、ちょっと恐れ多いわ。わかりました、わかりました。はい、はい、ポップなんですけど、興奮したって言われるのシンプルに興奮する。ああ、いいですね。ああ、なるほど。これと、いやいや、わかんないです。そのとかで、例えば、なんか今日結構際どいね、格好って言ったとして、興奮しました。ああ、ずれ、ずれ、言葉変わってるやん。それは変わってない。しました。エロニーだ。興奮しただけですよ。それはちょっとこう、いいかもしれない。これいいよなと思って、結構いろんな局面で汎用性高いな。扱えんな。
夜も普通に興奮するし、うん、はい、はいはい、夜なんですけど、はい、いいから開発させてっていう、でさせたおんの、いや僕はめちゃくちゃ古書曲がりなんですよ。だからもうその玉浦とか、シリとかも古書はいいわけですよ、だからもうやめてくれ、うわ、あんまさ、さらんでくれみたいな言ってる時に、やっぱいいから開発させてって言って、もううるさいうるさいうるさい、いいからいいからって言われる。いいの嬉しいよこれはね。嫌も嫌やも好きのうちやね。なんか嫌やって言ってんすけど、ちょっと興味もあるから、そうやね、そこまで言われたらキャプテンに任せれるというか。確かにね、この船乗り込もうかなんで。めっちゃ綺麗な日本語だね、この開発させてって何が、いや綺麗じゃないか、音のガリズムとか、めっちゃ強いですよ。シンプルですけど、はい、非常に中に手を抑えられる。あー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 、結構キュンときます。確かに確かに、はいはい、悪くはないですな。こうやってそれ、はい、逆、いつもと逆ですよね。うわー、いいな、はい、M やな、俺ら M やな、うん、はいはい、まあ、ド定番じゃないですか。行きそうな時にまだダメだよって。あーあー、確かに、っていう上に塗られながら、あ、それスケか、スケかスケかスケかスケですか。ちょっと SK かって SK かってたじゃん。なるほどね、平均発音だよ。まだダメだよってシンプルにやっぱ、うおぉ、行くんですよね。逆に言われた方がね。これどうですか。まだダメだよ。まだ行かないでください。おぉ、あ、ちょっと嬉しい。おぉ、いやぁ、あ、テーマ取るし、テーマ全部出てやん。まだダメだよ。まだダメですよ。まだダメだよ。まだダメだよ。あー、まあ嬉しいってか、そうなんって感じ。そうなんだ。へぇ、あ、もうちょいしたいんやなっていう。あー、なるほどね。すごいなコミュニケーションと捉えるに。可愛い感じ言われたら結構嬉しいです。あー、ダメだよみたいな。あー、可愛い、可愛いなっていう。ドクドクじゃないか。ドクドクじゃないですね。うわ、そっか、俺あれなんやな。何すか。皮膚ないやな、あんまな。そうですね、あんまり M ページね。あー、これからですね。すなつかな、これ30になって俺。そんな始まりじゃないですよね。はい、はい、四つん這い手こき。結構いってますね。いや、されたことないんや。一緒前もないんだよ。いや、これ、されてわかるわ、ちょっと憧れはあるな。これはあるな。どうそれ、どう、なんかね、やっぱ違う、気持ちが高まりますね。これが、あの、お尻出しての、あ、後ろの枝の一つなんや。あー、いや、分かれてるんだ。枝ね、閉じ薬が分かれてる。いろいろあるんだけど、一つがこれだから。いや、お前すごいな。すごい、おー、ありがとうございます。それで言ったらね、はいはいはい、僕、こっちっすね、膝立ち手こき。ええ、新しくね、え、膝立ちですか。男性が、男性が膝立ち、膝立ちして後ろから。あー、俺それ食らったことないよ。ない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 。でもええな、それ。お風呂とかでようやるやつやな。あ、そうです、ね、うわー、ひださんありますよね。僕は今ありますよ。これいいっすよ。それ、おっぱい当たってるしな。ちょっともうええよ、ガキガキだから。ガキ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 。それ言い出したら全部そう、大体当たるよ。このなんか、お前こんなに立ってんねんやみたいに見させられながら置かれる。あー、それすごいな。後ろからされるのはいいよな。なんかいいよな、後ろから。後ろからいいよね。あー、それすごいな。後ろからされるのはいいよな。なんかいいよな、後ろから。はい、はい、とか言って硬くなってんじゃんですね。おお、いいですね。だからまあ飲んでる時とかもそうですけど、はい、でもやっぱこっちが攻めた時の返し刀なんですね、はい、これは、はい、夜に、はい、めちゃめちゃ興奮してるやん今日とか言って、そんなんスッと触れて怖いって硬くなってんじゃん。うわ、めっちゃいいやん。いいカウンターやな。吸ってれみたいなね。まあそれこい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 こうやってて、これはええやろぐらいの感じで言ってたら、もう笑ってるからいいよな。監督がよ、さっきからバカンスみたいになってるんだよ。さっきから動かんじゃん。あーって言ってた。おい、見た目で。いやいやいや、全く分からないんだろ。マジ一個も分からないですか。いや、全くで、教科がほんまにできる。気持ちのため。いや、分かんない分かんない。そうか。え、そうなんや。変な人。これが一番出てないのかな。エロビア。はい、ということでね、はい、SK のある日、そうでした。はい、はい、お楽
楽しみでしたけどね、皆さん。いや惜しかった。マジで分からん。なんか、ね、若干強がってんのかなと思ってましたけど、ほんまに分かんない。いや、ほんまにキョトンなんですよ。へぇ、すごいわ。引き疲れしてますもんね。分かんない言葉を聞きすぎて。そうなんだ。後ろにいるか分かりました、ね、途中から、うん、うわーしか言ってなかった。そうなんや。あ、まあでも一般的にはね、ちょっとこういう多少の S 級は好きやと思うんで。そうね、うん、その辺ぜひ参考にしてみてください。はい、ということで今回もありがとうございました。ありがとうございました。いや、やっぱ S 級ある女性ってマジで最高やなって思いました。なんかこうやって喋ってたら、出てくる出てくるも止まんないっていうか、まあなんか俺結構 M なんかなとか思って、 S 級ある女性ってもう最高やなと思いました。